それでは、分科会市、よみがえれふるさとの川、市民の手作り漁道の取り組みについて始めさせていただきます。まず本日の、出演いただいた皆様、まずふるさと美幌の自然と語る会で北ネットの、副理事長でもあります、枝沢則之です。で枝沢の方からは美幌の方の、漁道づくりについてお話をしていただきます。でその後、浜中町になります、三郎川、漁道設置委員会、で、NPO 法人縁の森の、事務局長でもおられます川原敦さんです。よろしくお願いします。こちらは今名前にも出ました三郎川の、漁道について、説明プログラムの方にも書いてありますが、1年で設置できたその背景は何があったのかというようなことをお話しいただくことになっております。でその後、尻別川の未来を考えるおびらめの会、これはもう世界的にもびっくりしたという、伊東の自然回帰が、自然回帰でいいんですかね、3段、はい、すみません、専門的じゃないことはあまり言わない方がいいですね。大串さん、大串慎吾さんになります。以上3名の方にそれぞれの、手作り漁道の、取り組みについてお話をいただいた後、質疑応答等に入らせていただきます。それでは、よろしくお願いいたします。それではプログラムの方にですね、司会進行ということで私の名前が載っています。まあ、司会進行というのも今回は、3本立てのですね、まあ、漁道の手作りというか市民で作った漁道の報告を3本立てでやろうというのはまた、まあ、突拍子もないというかかなりマニアックな話ではあるんですけども、まあ、大変皆さん興味を示していただいてご参集大変ありがとうございます。で今日ずっとこのフォーラム自体が、まあ、森と魚であるとかですね、まあ、市民がどういうふうに川に入って今の川の現状を見ながらですね、より良い川をどう作っていったら良いのかということで、まあ、先ほどもフィッシュ村の話の中でも随分とそういった関係が話をされております。まあ、そういった意味で関連づけて、私たちそれぞれの団体がやっている漁道の取り組みをですね紹介しながら皆さんと共にそれぞれの町でいろんな河川工作物があるというふうに思いますから、何がそこから見えて何がどう改善できるのかということの一つの皆様に紹介できればという立場で報告をさせていただきます。時間的には限られておりますのでかなり端折った報告にならざるを得ないんですけども、まあ、ご職を見ながら進めたいと思います。それではまず最初に私のですね住んでいる美幌町の駒追川というところから始めさせていただきます。ライトちょっと入り口、あ、行きます、はい、あ、すいません。まあ最初ですから顔が見えても見えなくてもよろしいんですけどもまあ皆さん万歳ということで、これはできた時の完成写真でございます。まず、まあ、美幌町がどこにあるかっていう概略を少し、説明しながらいきますけども、まあ、美幌町ってなかなか行ったことがないかと思いますが、まあ、美幌峠で有名な場所で、ございます。まあ、隣が大空町、そして北見市っていうふうになっておりまして、まあ、あと津別町が絡んでおります。まあ、屈斜路湖があってそれの玄関入り口の町でございます。で美幌町のこのエリアの中に、まあ、本線はピカピカ光るやつがなかったね、ちょっとどっかにあります、すみません。ここが網走湖ですね。でずっと本線が網走川と、でここから美幌川があってっていうような感じで、多分網走川の中流域にあってこういう感じでここに駒追川がありますというふうな概略でございます。
で、駒合川にですね、まあ、昔からこういう駒合川の、まあ、郷土史的にですね、文献、まあ、どんな様子だったかということを、まあ、思い出を語った山本さんという方がいて、その中にですね、まあ、いろいろ昔のことですから、どこの町にも、まあ、これかな、あら、行き過ぎたな、ごめんなさいね、行き過ぎた、戻るどうしたっけ、すいません、で、まあ、伊藤が住んでるようなそういう場所の川であったというふうに、書かれている文献があります、まあ、これ100年前の川の様子で書いてありますけども、おそらく北海道の川はどこのちっちゃいこういった小川もですね、伊藤が住んでる生息環境だったろうというふうに思います。残念ながら今美幌町には伊藤の影はございません。なんとかフィッシュソンで頑張って伊藤を見つけたいと思うんですけども、まあ、そういうなかなかまだ情報がないというところでございます。で、上流域はですね、こういった結構、まあ、森の河畔林の中に囲まれた、まあ、どこでも北海道の、まあ、河川の距離は短いんですけども、上流域はこういう状態でございます。まあ、森の中を蛇行して流れるような河川と。で、何が暮らすかって、まあ、ポピュラーですけども、通常の、まあ、ヤマメとアメマスというのが、まあ、上流域に、暮らしております。しかしながら、まあ、その中でも、これが花カジカさんですね。カジカさんがいます。で、100年前なり、その、今言った風景は、この蛇行する河川のところですから、まあ、そういう環境があったというのは、先ほどはあったという過去の過去形の話でございます。で、その中に河川耕作物が、まあ、このぐらい、こういうふうに、まあ、行政の区間がかなり分かれてまして、まあ、そういう意味では耕作物を作られる背景といろいろな状況があると。で、時間がないのでどんどんちょっと回しながらいきますが、まず、これ美幌川なんですけども、駒追川に入ってあまり先ほどの 1. 点何キロぐらい、7キロぐらいのところに大きな、まず、巨大でもないんですけども、落差が1メーター50以上ある落差の落差溝があります。で、それで、まあ、ザクツキはこの周辺の町場にしか生息環境がないんですけども、ウグイであるとかアメマスはここでシャットアウトされております。で、次に、そうですね、シャットアウトされて、これが今話しました、落差溝ですね、これが1メーター50ぐらいはあるとという、まあ、こういう三面護岸の用水路にある落差溝でございます。で、この後上流域にまだ同じようなタイプのものが 1,2,3,4 つこう並んでおります。で、ここまではまだヤマメが行きます。で、さっきの状況を見てもらったら分かる通り、ヤマメのところというのはジャンプ力がありますから、ある程度の下地の溜まりのですね、水の状態があると行けます。で、しかしながらこれのもうコンクリートの、まあ、用水路みたいなもんなんですけども、用水路になるとここはもう掘れませんから、ここも下地コンクリートです。ですから、ここからわずか、これも1メーターぐらいなんですけども、ここから上がることはできません。で、この状態がジョンジョンジョンだね、上の方にこれ全部こういう状態が、さっきの用水路状態が残っている。で、ここからは一番最初見ていただいた自然の状態がありますよっていう背景です。で、上にはもうすでに、花カジカさんしか、サケ科魚類がこうね、この2つは生きることはできませんから、花カジカさんしかいなくなっております。あとは、ヤツメさんのウナギがいます。という状態で、とりあえず出来上がった時代背景が新聞であるとか、このように書いてますけども、1976年からスタートしたんですね、河川の落差溝なり、こういった河川改修が
で、それ以降が少し止まってしまった環境になってしまったという状態であります。で、しばらく時間が経過しましたから、まあ初期の状態から見ると草が繁茂してなんとなく自然風には見えますけども、ここは全部護岸のブロックです。下地もブロックです。しかしながら土砂が溜まったり土砂溜まりは多少作ってますけども、でこういう状態になると水はけの流れが悪くなりまして、だんだんこういうふうに大雨が降ると若干の松葉の方で洪水になりまして、オーバーフローして畑に水が流れると、これ平成4年9月になってますけど、こういう状態が幾度か頻繁に出てきております。で、畑の人たち、まあ、農家の人たちも一番これが悩みなんですけども、で回収をどうするかということのような話し合いになった時に、実はこの駒追川を、地域の住民が川作りに参加してワークショップを開催をしながら進めていくっていうふうな手順を踏むことになります。まあ、これは河川法の、関係のですね、一応水生生物の配慮地域上の説明責任を果たしながら河川の改修を始めていこうというふうな雰囲気、まあ、今の状態になってですね、でその中の一つの、まあ、地域住民との合意形成を図るための改修です。で、まあ、見たことある人もここに、知ってる人でしょうかな、まあ、羽石さんという方も参加してますけども、こういうふうに、まあどういうふうな川作りをしたらいいかねと、まあ、要するに護岸の方法と生態系を工夫したような、まあ、いわゆる合意形成をここに図ったんですね。現地説明会みたいな改修のですね、そういったものをしながら進めてきていると。ということで、オーバーフローになった近くの状態はこれです。ここも狭くて3面でブロックされています。でこれをどういうふうにしようかということで、まあ、さっきのワークショップをしながらすでに改修が終わった状態がこの状態です。同じ場所ですね。で広めて、護岸は石のブロックから、これ石ですね、石を採石石みたいな大きい石を、まあ、積んで、下地は何もなくフラット砂利にして自由に少し広げて川が蛇行できるような小川の状態を作っているということなので、ここではすでにサケとかトウと今現状では産卵ができる状態になっております。しかし先ほどの最初の図面通り落差口のところまでは回収は全くしておりませんから、川の入り口だけを、まあ、大きな大々的規模予算を作って回収を終わったという状態になっています。でこういうところは、まあ、いろいろ見方としてはまだまだ不十分なところはあるんですけども、それで残された場所のさっきのこの区間ぐらいが大きく川幅を広げたところです。それ以外のまだ上に落差口があるので、魚の遡上がここは少し改修改善になったんだけども、その上は何も手つかずの状態ということが少し時間が続きました。で何度かしなきゃならないということで、一人の男の思いということで、この人が一番キーマンになるんですけども、実は、まあ、一緒にワークショップとかですね、関わってて駒追の川の流域に農家営農されてる方で、もともとこの後は出るかな、なんとかそういうことをしなきゃならなくて駒追に漁道を作る会をでですね、まあ、陳情なり、まずは行政に働きかけをしていかなということで、まあ、そういうメンバー構成がいろいろとしました。でメンバーは、ワークショップのメンバーから農家、こういうふうな、研究者も入り行政も入りというところでちょっと特色があるのかなというふうに思います。ですからメンバーなり協力者もかなりいろんな方々が網羅されています。で活動の資金も、この銅のこのお金が大きかったですね。会費1000円でなんでこんなに行動ができるわけないですよね。ですからまずここの銅の、新しい公共のパーツ組のためのモデル事業補助金と銅内の10本の指の1本に入りました。まあ、作文が私がうまかったわけではないんですけども、意気込みとそういう意味でお金がつきました。
で2年間に360万つけていただいたんですけども、そのお金が大きかったです。でそれ以外にも、まあ、セブンイレブンさんのところもありますけども、まあ、いろんなところから基金助成金をいただいて初めていろいろなものが進むことになりました。ですから行政に任せていてもダメだということで、民間の力を借りながら進むことになったわけです。でもう一番やっぱり必要なものは何かというと、地域のコンセンサスで、先ほど畑の農家の人たちとどういうふうに作っていくかということで、まあ、ワークショップから始めましたので、ある意味では河川改修をすることがあったんですけども、この漁道を作るためにどうするのかというコンセンサスはやっぱり地元の人の農家の人たちがその中に入っていただけることが大きなポイント。それともう一つは行政に許認可が結構しめんどくさい状況にあります。で、あ、話の途中、これがさっきの、お父さんが若かりし頃です。でこの人はもともとはですね、この改修を新城市で始めた人なんですね。要するに河川をまっすぐして落差庫を作ってやるよって言った一番の親分だったんですね。でその親分の人が、まあ、この後孫だとかそういうして自分の目の周り、まあ、目の前のですね、まあ要はここで魚が止まっちゃうんですけども、これ自分の家の前の落差庫です。で子供孫が来てここでは魚が釣れるんだけども、上行ったら魚がいないと、おじいちゃんおかしいよねというふうに孫に言われて、いやーこれやっぱり失敗してしまったということで、まあ、改めてそのまっすぐして畑の営農には少し良かったんですけども、川としてはもう自分が進めてしまったことの反省を含めて、なんとかこれはしなければならないということに気づいたんですね、この人が。で180の方向転換して、この人は明治でそのもうブラックというかコマウェイの、まあ、農家の地区ですね。でそういう意味で、まあ、いろんなところで、180の方向転換しましたから、でこの漁道を作るために人力を傾けていただきました。当然ながら周りが畑ですから、畑のところにこれから重機入れたりいろんなことをするわけですけども、そういうところであるとか営農に関わるこういうことをやっていただいたカリスマ的なリーダーでございます。でもう一つは行政とのコンセンサスが必要なんですけども、でこういうふうに設計者が関わっていただかないと、こういう莫大な流量計算から構造物になりますから、本当に大丈夫なのかということで、行政に信頼関係を持つ人がいなければなりません。ただしこれはこれだけの書類の中で誰もがコンサルの人ですけども、できるかといえばまたできないのもちょっと難点でございます。でこれから作った中身の行動のシンプルなもの2点ばかりやります。でこれはパンフレットにも同じものが載せてありますので、まあ単純にまあ落差が登れないねということなので、手前にネット上と木組みを少し置いて、そこにブロックをするとここにたまり曲がってが少しかさ増ししてきますねと。でさらにシャローを少し登りやすくして、こういうものを作りましょうかねという作業でした。まあ見た目はシンプルですけども、やる作業としては人力ですから意外とちょっと労力がいりますので、東京農大の若手の学生さんは大変、力になりました。これが先ほど何回か見てるこの状態です。で出来上がりがこういうふうな感じになります。で、まあ、真ん中ここにシャロがついてますからちょっと泡立ってますけども、ここが少しだからラフさの指定は、まあ、40センチか50センチぐらいまでに改善になったという状態です。これが今の状態かな。作って、平成23年に作ってますから、まあ、わずかすぐ、まあ、植生はあっという間に復帰しますね。ですから見た目としてほとんどなんとなく作ったのかねどうなのかねっていう感じにはなりますけども、これでも結構、まあ後で出ますけども魚が遡上しました。でもう一つのタイプです。
で、これがまあ、シンプルな、さっきの、まあ、速攻みたいな感じのところです。で、これは何をしたかったら、さっきのようなたまりを作るのがちょっと難しかったので、木をですね、こういうふうに階段状に、まあ、普通の魚道はこういうのがあると思うんですけども、カラマツの現地地産地消でカラマツを使いながら落差を20、40、60、80、そして1メーターですから、まあ、20センチずつこう少しなだらかにしたようなたまりを作ったという状態です。時間あ大丈夫、だいぶ走りながら、それで、ちょっと映像をパラパラ動くかな、動く、あ、動いたね。これ作ってる様子をちょっと今パラパラ漫画的に画像が動きますから、今人が動き出して、でアンカーボルトを下にこれ打ち込んでます。アンカーボルトってアンカーに木組みをはめたんですよね、カナマスのやつはめ込んで、今2つの間に隙間に今このこういうやつが木が出てきますから、で途中水の水量が多いので、コンパネで、まあ、水止めを少ししながら手作業で一生懸命やっております。で両側にもアンカーボルトを今打ち込みます。両端のところも打ち込んで、それに止めですね、で木を止めて、まずは全部 木で止めて、今こういうふうな木を止めて、それに、はめ込んだだけです。だからはめ込んだだけなので、まあ、本当に持つのかな、ここのアンカーボルトで止めたこの2本しか、まあ、2本というかずっと下まで止まってますけどね、それで止めてはあります。ただこれが平行でまっすぐ、まあ、直角になっているので、テンションが水圧をされても、まあ、かなりテンションがかかってずれないだろうなというふうなイメージではありますけども、なんとも誰もやったことはありませんから分かりません。壊れるということを念頭に作っておりますのでまあやってみての経過になります。でこれが一応で、ここに少しチェーンソーで私がやりましたけども、少し R をつけて、こっちもついてかな、少し、シャドウ的に登りやすいような感じで、ちょっと工夫をしてみました。そんな形のものです。これなんだ、これが作る前でこういう状態になって、今現状はですね、木がやっぱり表面きれいな木質部の色合いが、まあ、表面ちょっとやっぱり黒ずんではいます。でも水の中に浸かってますから、カラマツですから特に腐れるっていうことはまずないだろうというふうに思います。で、7基を、残り9基があったんですけど、2基は50センチとちょっとそのぐらいな規模の落差が低かったので、それは登るということもあるのでいじりませんでした。で7基を改良しました。ということで、これも映像だ。で、桜松さんが登りまして、大きいやつとこのぐらいのちょっと小さいやつもいますから、これ上流です。ですから楽々、登ってくれたんだなということで、大変、この状態を見たときは感無量ですね。でこれが約40年ぶりに初めて落差が見たくのものを乗り越えて、40分に、まあ、本当の自然の河川に戻ったというふうに、一番、まあ、誰が一番最初にいたやつか分かりませんけども、まあ、おそらく、まあ、そこで住んでる人も感無量だったんではないかなと思います。次はで、アメマスの遡上も確認できましたので、産卵所を確認したりしまして、その年に時間がないので全部走りますけども、
産卵床の数も特に確認をしました。まあ、遡上時期がちょっと、季節種によって違いますからこういうふうになりますけども、で、まあメザーブスカウト、もう一つ今やってるやつの取り組みもあるんですけども、時間がギリギリなんでちょっとパタパタやりますけども、土のうを積んだりなんかして何をやってるかって言ったら、緩衝地を設けました。ここも3面なんだけども、少し土のうを積んで、ブロックして、そしたらここに、土砂だまりができますので、まあ土砂だまりを少し作ってあげましょうかねということをやってみました。これはまだやったばかりなので、成果がこれごの期待です。ということで今検証作業を少しやって、実は一箇所この間後で、サブロガの方向でもあるんですけど、同じ、時期ですオーバーフローして、まあカツラがはけたように持って帰りました。なのでそこの手直し補修として、少し、ピンを打って、まあ、元戻して、で少しそういうふうな補修作業をやりました。ということで、あまりにも話題性があったので、じゃあ町内でまた似たような河川がいっぱいあるんですけども、俺のところもちょっとやってくれというリクエストが今度かかりました。ただ水量が駒ヶ浦よりも多いです。似たような感じなんですけども、なのでまあちょっと悩んでるところですけども、やらざるを得ないなという今状況で進めようかなと思ってます。な感じで、時間がないのでさっと終わらせていただきますけども、まあ最初の写真戻って、キーマンの人と、まあ私がこれ写真、実はこのパワーポイント、町田っていうのが作りました、美穂の博物館で、で共同でやってはいるんですけども、なんで俺の顔ここに載せたかわからないんですけども、彼が言うには大の大人がですね、これだけ楽しみの笑顔ができるんだから魚道作りって楽しいよねというふうに振ってくれましたので、まあ我ながら、ああそうかなというふうに思っております。そんなことで、ふるさとの川にですね、また戻ってですね、まあサッカーマスカー、そういった川だけでなくて他の業種もですね溺れるような小さな川なんですけども、まあ一つの事例として皆さんのところにも、こういった河川があるのではないかなと思いますので、まあ簡単ですけども魚道の手作りの報告にさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。ですね、3人の方で私が、まあ、事例紹介をさせていただいてから皆さんとちょっと少し意見交換させていただいたいと思います。サブロー川、浜中町サブロー川魚道設置委員会の川原です。実はですね、ちょうど5年前の今日が完成です。ちょうど今日で丸5年になりました。で実はですね、これをもってですね、私は今まで実は積極的に私が、この魚道についてのその説明というか発表をしてきませんでしたが、実は今日をもってですね、ちょっと皆さんにチャレンジということで、実際の具体的な内容をですね、話してみようかなというふうにしてチャレンジをしてみたいと思って来たんですけど、テレビというのが放送されるということでちょっとどうしようかと思ってビビってるところもあるんですけど、まあ別に悪口ということではなくて、現実はこうだったということで前向きに聞いていただきたいなというふうに思います。で、
そういうことで、まあ、お話をさせていただければなということです。なのでどちらかというと先ほどその河川 の、 その、漁道自体の効果ということに関しては調査をして効果が出てますので、それ自体よりも実際はその、先ほどの美幌のですね、設計者と実は同じ方にお願いしているので、考え方も一緒なので、基本的な漁道よりもむしろどうやってこれを酪農、家のものに、まあ、酪農家さんが自分たちでやったと思っていただけたかという仕組みについてですね、どうやってきたかということを説明したいなというふうに思います。で、浜中町は、ここにあります。で、今回作ったものはこの三角彗星というふうに、まあ、呼びますけど、三角形のブロックで真ん中に土のうが入っていて、周りにですね、丸太がありまして、それを木の枠で囲ってアンカーで売っているという状態になります。そして、まあ、親父たちがやっぱ楽しそうに漁道を作っているというところが、まあ、ビフォルと全く共通だなというところになります。ではちょっと浜中町の説明をしておきます。浜中町は6500人ぐらいの、漁村と酪農村のこう町です。一はここで、まあ、有名なところでいくと、キルタプ資源、多分キルタプ資源という名前は聞いたことがあるけれども、浜中町は聞いたことがないという方が多いかもと思いますけれども、そういうような町です。実はハーゲンダッツのアイスクリームの原乳を作っているかところでして、皆さんが食べているハーゲンダッツの原乳が、つい 4,5 年前は 100% 浜中町でした。今は需要が多いので他のところも入れてるそうですけれども、そういうところです。あと昆布とか、ホッキとかサンマとかっていうところの海産物で、漁業と酪農の町、そして観光の町というところになります。で、キルタプはこんな感じの夏があってですね、こういう綿杉が咲いていて、エゾカンゾウがあって、実はちょうど今頃こんな感じになっているという、そういう、場所です。で、酪農村はどうなるかというと、この永遠と酪農家が永遠と広がっているという状態です。で、これが、浜中の、実態です。で、基本的にはこちらが釧路側、こっちが根室側で、これは GIS で、2009年から11年にかけて、まあ、これが登場しますキルタプ資源トラストと町と浜中農協と3社で、お金を出し合ってですね、気象種、既存のデータの気象種と現地調査を入れた GIS を作っています。その基本データなんですけれども、この中で、まあ、いろいろ、こういうふうにこう川の、周辺にある緑をつなげていこうという、仕組み、浜中緑の回廊というのがもともとそういう団体はありました。まあ、そういう中で、キルタプ資源はここなんですけれども、今回の舞台はこの、部分にあたります。実はここは隣は別海町という町で、こちら側の河川というのは実際にはこのキルタプ資源には入っていませんでした。反対側、こっちのですね、オホーツク川というのは根室川の風蓮川流域にあたります。なので浜中町の酪農家さんと、浜中町の漁業者さんはとっても仲がいい、ある意味。なぜかというと汚染物質は全部あの向こう側に行っているので、怒られるのは実は別海町さんとかその根室川さんから、お前ら何をいろいろ流してるんだというふうにして、長い歴史でですね、あの、まあ、いろいろ確執があったというのは、まあ、正直なところ事実なんですね。で、三郎川の基本的な、感じの、河川の感じはこんな感じの、ところです。実は今回の三郎川は、基本的には最終的には風蓮川に合流するんですけれども、風蓮川から三郎川には今回ここにある舞台となる、浜中町の取水堰までは一つ、この一つしか堰がないという状況にあります。で、こういうところです。これが問題になったというか対象となった取水堰です。で、実は、ここはですね、川底からこの堰堤のところまで約 1.5m で、平常水位が 50cm なので、この落差は 1m というところです。で、あの美幌と同じようにここに、この前にプールを作って、水位を 50cm 上げて 50cm の落差にしようと、そういうことで、魚を上り、まあ、遡上できるようにしようというふうに考えました。で、もともとなんで50センチなのかというと、これから出てきますけど、最初にここに、まあ、漁道を作るきっかけになったが、ものは何かというと、北大の学生さんで伊藤を研究している人がいたんですね。で、この伊藤を研究している人が、これはここで、
実はその伊東の産卵床はあるんだけど上にない、で上には非常にその産卵床に適したところがあるのにこれを壊さないとダメだという話だったんですね。それを実は、隣のですね厚岸の実は同心の、当時の支局長にですね実は知り合いだったので浜中町に行きたいんだけど誰か知り合いがいないかということで来たんですね。でその、支局長はですね実はそんなこと言ったってもう相手にしてもらえないかなということで実は私その当時、指定管理で、受けてたんですけど霧タップ湿原センターという浜中町が建てたビジターセンターの館長をやっておりまして、でその、まあ、明け支局長が、まあ、とりあえずそんなこと言うなら、まあ、川原のところに行って一緒に考えてみようやということで、まあ、私も巻き込まれてこの現地に行ったというところから実は物事が始まります。で実はここと、実は1972年に作られた取水石なんですけど実はここがスロープ状に頭がなっているというのも誰が作ったのか非常に珍しいなというふうに思います。普通だったら真近くでもよかったのにって、これは実は登るときに魚が登るときに非常に助けになっていますし、あと、まあ、ここの基本的な、まあ、主な魚というのは魚類は伊東、サクラマス、アメマス、キゴリ、スナヤツミ、それから、放流されたニジマスということで、まあ、先ほど午前中にお話ししましたけれどもこの放流したニジマスというのは酪農家さんが自分たちで魚釣りしたいからって言って放流をして楽しんでたというそういう情報にあるところです。でこの、まあ、ざっくっとサブローアの魚道設置プロジェクトの特徴をまとめますと、結果的にまとめますと、取水石であるという重要施設にもかかわらず発案から発案というのは実は、北大の学生さんが壊せと言った日からですよ、私に言ってきた日から、11ヶ月で完成しました、それで、実は、河川を保全する母体になる団体というのが河川を守りたいという団体は一つもなかった現地には。それから酪農家さんが結局主体となって手作りで漁道を作りました。それから壊れることが前提で制作しました。そして結果的になんですけれども酪農家さんが、この漁道を作るときに結果的に、10月に作ることになりました。で10月に作るというのは実は鮭 の産卵遡上時期なので、河川競技場ですね、河川をいじっちゃいけないという時期に当たってるんですね。だからこの時期は、公共事業も止まってるんです。なのにもかかわらず僕たちは、漁業者さんと一緒に行ってですね、根室湾中漁協さんと別海漁業者さんのところに行って、こういうこういうものを作りたいと、一切重機使わないで、そこに、あるもので作りますから、まあ、あるものって言っても向こうから持ってくるものもあるんですけども、基本的には自然のものを作りますからって言って談判と言ったらおかしいんですけど説明に行ったんですね。そうしたら逆にですね、漁家さんの方が分かったと、同じ一次産業者だから頑張ってくださいというふうに酪農家さんが励まされてですね、酪農家さんが、感動して帰ってきたという結果をやりました。でこれはなぜそうなったかというと、実はですね漁業者からの文句というのかクレームというのは直接浜中町か農協のに行くんですね。なので実際に1対1で酪農家さんと漁家さんが対応したことが今までなかったです。だから漁家さんにしてみればあいつら一生懸命俺たちに文句言うけど個人的には何も対応しないですね。酪農家さんは文句言ってくるけど自分たちは矢面に立ってないのでっていうところがあってですね、実はお互いの関係が今まで直接関係がなかった、これ作ることによってできたというところが、まあ、影のこのプロジェクトの一番の成果だったというふうに思います。そして、まあ、すぐ効果が得られた、これは、まあ、魚が登ったということもあるんですけど、まあ、こういうふうにいろんな意味で、皆さんが酪農家さんが関わってくれるような環境になったという意味で、まあ、ある意味ですぐに効果が現れたということでまとめてあります。で実は、まあ、参加してくれた方はここに書いてある、まあ実際には漁家さんが一人もいないんですけれども、酪農家さんと農協さんとそれから JICA、これは、まあ、私がいた霧タップ湿原センターの、JICA の受け入れがあったのでちょっとついでに、いろいろ理由をつけて やらせていただきました。で延べ200人が参加したという形になります。で実際の経緯です、これだけです。2007年の11月の、13日に現地視察、先ほどのところに、その隣の、同心の明石局長とその学生さんと3人で現地視察しました。
その時に、私がこう言ったんですね。もう人生でこれはもう最初で最後だと思うんですけど、お金と人は用意するから案持ってこいって言ったんです、ね、もう自分ではもうかっこいいなと思って後で用意してたんですけど、それなぜかというと、実はですね、母体となっていた私が勤めていた経営タップ資源センターは別の事業で、助成金をもらってたんですけれども、その助成金の使い道を探してたんです。でそれを私が、相談されていて、いたんですね。金額100万で、ちょっといろんなところを、知ってますから、内情を知ってますから120万はいけるなというふうに踏んだんですね。だから予算100万で、漁道の案、面白い漁道の案を持ってきたら採用するって言って僕はこうで言ったんです。でそこで人と金は物を言うすが案用意しろってかっこいいこと言っちゃったんですね。その時に私は正直言って8割、いやもっと少ない9割ないと思ったんです。なぜかというと、問い状のような旧式のことを持ってきたらそれはもう跳ねようと思ってたんですよ。だから面白いものがなければそれは皆さんにも話題性もないし、作りようもないって言ったらいいんですが、説得しようもないかなと思って、思ってたんですけど、実はですね、12月2日にですね、設計者連れてきたんですよ。それはビフォローで作られた方と同じ方を連れてきたんです。でその人に見て分かりましたって言って、私は実は長年こういうことをやりたかったんですと。三角彗星をその作られた理由は、あれで実は組み合わせで池になる部分はありますよね、ため池になる部分、あれを自由に調節して、動かしたい、でそういうのを試したかった案があったんだっていうふうにおっしゃったんです。でそれを見て分かりました。で私は提案書を作成して、その月末までには内部承諾を得ました。でお正月が来たので、実は、浜中町にやっぱり当然河川管理者は浜中町なもんですから、浜中町に OK をもらわなければいけないということで、実はこっからがすごく長くかかると思うんです。この時点で私は2年かかるかもしれないと思ったんです。2年かかったら、助成金の、期間がなくなるので、もう作るときに2年経ったらやめるって思ってたんですね。なのでここで説明したときに2年ペンディングにされたらもうやめます、だからその間待ってくださいという条件でここを始めました。で、浜中町に1月の10日に打診に行きました。で副町長と話をしたんですね。で副町長は、副町長に何て説明したかというと、今までこれは画期的なことですよと。何が画期的かというと、実は今まで、浜中町は一生懸命それなり、まあ、一生懸命それなりって変なんですけど、一生懸命糞尿対策ということで努力をしてきましたよねと。それは至らないこともあるけれども一生懸命やってきましたよね、それを認めてもらうという、その姿勢は、ね、もっと認められてもいいと僕は思っていますと。そしたらそうだというふうに言うわけですね。だけどでも今までいろんなことで文句言われてきたんだという話をされたときに、私がこれは初めてですよ、初めて自ら浜中町が下流に向かって発信することじゃないんですかという話をしたんです。要は今までは下流側から水が汚水が流れてる、汚濁が流れてる、だから何かしろと、浄化してる活性炭がこぼれ流れ出たから活性炭取れという文句に対しての反応だったんですね。だけど自らこれを許可してやるという話は初めてですよねっていう話をして説得したんです。そしたら実は副町長は農林課出身だったので、その辛いところをよく知ってたんですね。でそこをついたらですね、1ヶ月後納得してくれたんですよ。で副町長はとりあえずうん分かったと言ったわけです。まあ、この役場で分かったっていうのはなかなかくせ者なんですよね。それで、まあ、この間2月から5月は実はですね、ちょうど浜中町もですね、大きな気候改革があったので、あんまりこういう話を頻繁にしに行くとですね、嫌がられますよね。だからじっと待ちました。時々知らん顔して別件の用事行って副町長のとこ行って、おはようございますとかこんにちはとかってよろしくお願いしますっていう時もあれば、何も言わずにわざと帰っていく時もあって、そういうことでとりあえずやってました。でその間に実はですね、もし本当に許可をされたらこの方にやってもらいたいという、その浜中町の担当者にですね、常に私たちはこういうふうな意味で実は、浜中町の、副町長に話をしています、だからもし来たらよろしくお願いしますねという内容を何回も
通ってたんですね、はい、で実はこれここ寝てますけど、これ私はあの、トレードマークのトガリネズミなんですけれども、実は寝てますけど、寝てる間は実はそういう活動をしていました。だけど表向きには浜中町を刺激しないように努力しています。で5月、4月になってだいたい人事が落ち着いて、4月のまあ連休前にですね、そろそろですよねって副町長に言ったら、5月の中旬に担当者が決定して協議が開始されました。で、浜中たった1ヶ月ですけど、下旬で浜中町と基本的な合意が全て成立しました。この間に設計図も当然今から出てきますけれども、説明のための模型も作ってですね、準備はしていました。で実際に先ほど言いました、ここで合意したので別海町、浜中根室湾中別海漁港に説明に行って全部 OK、 10月あたりでやってもいいよという話がここで成立しました。ここから実際には具体的な漁道設置委員会を開いて土のうを作るということになります。ただこの間あの地域住民の方に何もしなかったというわけではなくて、ここで承諾を得た時点ですでに核となる方、あの先ほど言った緑の会、浜中緑の回廊という人たちに、実は漁道ができたらお願いしますね、一緒に作りませんかという話がしてあります。でそのしてはいるんですけれども、まあもうみんな半信半疑ですよ、そんなのできるわけないと思ってるんです。でその、間にですね、まあ、出現トラスト、キリタップ出現センターの行事として、さっきの、漁道の 上のところに、まあ、食事をしたりとかですね、まあこの漁道が設置できるとなったら、北海道淡水魚ネットワークというところにお願いをして勉強、あの観察会だとかですね、勉強会なども当然して、この漁道をなるだけ理解してもらってというところは来ました。でどうなったかというと、これ先ほどちょっと言いましたけれども、メンテナンス、有効性がありアイデアが飛んだ漁道であること、重機をしないこと、これは、壊れる前提という話をしたと思うんですけど、壊れるときに、実は直さなきゃいけないですよね。その時重機を一時使うようなものであれば直すの大変なんです。だから手作りイコール直しやすい、壊れやすいというところをうまく利用したい、まあ、先ほどお話したように最終的にはこの関わった人間が常に気になるというものをということを、お願いしたということになります。で、漁道の模型これ作りました。これ実はその頼んだあの同じ技術さんの方に頼んですけど、私も最初話を聞いた時にこの内容の構造が分からなかったので、分かりやすい模型くださいって言ったらすぐ作ってくれました。これはもう全ての方に説得するのにすごい有効な手段でした。で、これが完成図です。でどういうところだったかというこういうふうな状況になっています。これが最初の時ですね。これが、設計者でその下見に来た時ですね。でこういうふうになって、で実際に中の使った土のうはここのこういう土のう、あの土を土のうに入れています。で、9月11日から実際に作業が始まって、こうやって川の土のうを、詰め始めて1800体作りました。で途中で JICA の人にも来てもらって、 JICA の人に来てもらった理由は何かというと、こういうお金をかけなくても地元に帰ってこういう漁道ができますよという、そういう話はしたわけです。で、こういうふうにこう作っていって、はい、周りを囲って木の枠を作って、土のうを積んで同じようにアンカーを打って、で土のう抜いて注水して万歳と、これが完成です。で、最初の、11月28日にはこんなになって、こういう増水にも耐え、3年後にちょっとこちら側が少し隙間ができて歪んでしまったので、梁をつけることにしました。でこういう作業もして、中さらったらたくさん残っていました。あの魚を調査してみますと、そこの、漁道のそばにこれ、あるんですよ。あったにもかかわらず最低限こんだけ、もっと本当はあったんですけど、いいのはあの、そこにいた人が何か持ってきましたけどね、はい、こういう状況になっています。で雪の時はこんな感じで、12年の4月には、まあ、草も生え木も生えという状態になっています。で、こういう増水があったんですけど、
9月18日の大雨の時にこうやって壊れちゃいましたという話です。はい、で、伊東の調査もしてます。5年調査してるんですけれども、結果は速攻で現れています。で、まあ、こういうふうに勉強会しました。そしてその食事もしてですね、もともと午前中にお話しましたけれども、食事の行き先がどこに行くのかというテーマだったので、常に食事を、と河川の関係は常に説明をしてあります。で、実はですね、全くなかったかというと、この浜中遠距離会という、まあ、農水省 の民主党の仕分けでですね、実は、なくなってしまったんですけど、まあ、こういう協議会が実際にあって、まあ、酪農村を、まあ、うまくやっていこうというところと、地域がその廃墟になってですね、人が減っていくというところで、自分たちの環境をどうやって作っていこうかという母体がありましたので、これを、まあまあ、活用させていただいたという形になります。まあ、こういうふうに浜中町とか、まあ、これぐらいの団体の方が実際には関わっているということになります。はい、で、実際に浜中町の対応、まあ、先ほどお話ししましたので、ここは避けますけれども、実際の、関係機関は何かという、どれだけあったかというと、別海町と浜中町、ここは農水からの、まあ、もう払い下げというのが管理を移管されているので浜中町でしたが、まあ、担当者がですね、すごい方で、まあ、これは、こういう、許可案件をですね、うまく全部処理していただきました。ここ道道なんですけれども、道道で実はこのちょっとだけですね、道道の管理なんですね。で、三郎川の漁道をこれを協議事項にしてしまうと、多分1年では作らなかったんですけど、これを報告事項というふうに、まあ、ちょっと今日は今時間がないので細かいこと話しませんけど、うまく説明をしていただきました。なのでこれ全部この関係機関の調整は役場の方がうまく協議事項といううまいすり抜けをしていただいて、まあ、あ、すみません、報告事項ですね。報告事項ということで協議を一切しなかった。それで、早く手続きが早く済んだという一つのからくりであります。はい、でコーディネートのポイントなんですけども、実はですね、私はやるときにこの5つをですね、気にしてやりました。ビジョンは示しても遂行にする全体像の課題はなるだけ示さないようにしました。これは普通と違うんですけど、なぜかというと酪農家さんはお金がないとか許可が出ないとかって思うと、自分たち関係ないんですけど、それが自分たちがやるがごとくですね、こう余計こうテンションが下がってしまう。なので、こういう未来はあるけれども、あなたはそんなに課題を負ってませんよということで運営しました。その方がモチベーションが下がらないということを狙ったわけです。それから依頼者には明確、内容を整理して明確なその最小限の依頼をしました。まず上と同じです。余計なことを心配させると、なかなか進まないということがあるので、まあ、ちょっといろいろ異論はあるとは思うんですけども、こういうことでやりました。で次、ただ漁道を作る、行為を手伝うということではなくて、その意義を確認できるようにいろいろ勉強会だとか、設定をしました。そして 特定の人に負担をかけないように、また負担感を持たせないように心がけました。要は実は全体のお金の件とか、まあ、いろんな手続きの件とかって全体を知っているのは実は私しかいないというのが、まあ、今回の特徴です。本当はそれは良くないとは思ったんですけれども、最初は2年かかると思ったんですけど、2年間の間にうまく積み重ねていけばいいと思ったんですけど、ある意味早く動き出したものですから、こういうふうな方針に変えました。そして、政策後も協力者が関わっていけるような環境に作り出すことということで、実は、まあ、壊れるという前提で、まあ、壊れるというのはメンテナンスをすることで関わっていくこと、もしくは壊れるかもしれないということで、やっぱり雨が降ったら見に行くという行為をですね、実は、求めたんですね。そうすると常にですね、自分が作ったものですから責任を、壊れたらやっぱり何とかしなきゃいけないということになってますね。で実は壊れましたよね。壊れた翌日っていうのが、翌日は浜中町もすごい被害があったもんですから、翌日見に行ってくれたんですけど、壊れたっつって電話がかかってきました。でその、5日後にはとりあえず、被害が広がらないようにって言って、皆さんでとりあえず丸太、壊れた流された一機も含めて全部処理をしたということなので、まあ、次はちょっといろいろ今テンションが下がっているのでどうするかというのはこれからの課題なんですけれども、まあ、そういう状況にあるということです。もう時間が来ましたので、ちょっとこれでちょうど終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。続きまして、シリベシガンの、帯編みの会の大口さんの方でよろしくお願いいたします。はい、シリベツ川の未来を考える帯ラメの会で大串と言います。ちょっとさせていただきます。ですね、私は今ですね、本業としては北海道大学で、水産サクラマスっていう水産資源をいかに守っていくかっていう上で、河川環境をどういうふうにアプローチしていくかっていうところで、博士論文を書いている、北大の学生なんですけれども、この帯ラメの会に入ったきっかけっていうのはですね、その河川環境の復元していこうという運動としては、やはりこういった水産資源という話よりも、実はこっちの分野の方々の方が先進的であるんじゃないかという意識があって、それで入れさせてもらって、いろいろと一緒に現場で教えてもらいながら活動している、新人です。でちょっと今日ですね、報告者だった平田さんが諸事情で、ちょっとこちらにいらっしゃられることができなくなったので、その代打で来たということなので、ちょっと僕が本当はですね、皆さん今まで報告した方々キーパーソンの人たちばっかりで、こんなところに偉そうに座ってるべき人間ではないと思うんですけども、可能な限り僕が把握している範囲で紹介したいいきたいと思います。ですね、まず伊藤っていう魚の説明なんですが、いろいろ出てきたんですが、標準和名で伊藤って言われていて、いろいろ地方名とかたくさんあります。また、アイヌの方々は、チライとか、オヒライベっていうことをいろいろと表現していた ということです。で分布がですね、北海道から大陸の方までいろいろなところで、見られまして、昔はですね、本州でも岩手県とかあっちの方でも見られたけれども、それが今では、いなくなってしまいまして、今環境省の日本のレッドデータブックでは、1B という野生環境下においては2番目に危うい絶滅の危機に瀕している魚であるというふうに警告されています。ですね、北海道の中でも色と遺伝のグループというのが分かれていまして、日本海、オホーツク、沿岸海峡、太平洋というふうに分かれている中で、中でもシルベツ川という地域においては非常にその個体が大きくてですね、丸々太っていたりしていて、どうもこの会を設立した会長曰く、いろいろと聞くと、アイヌの方々がどうも昔その識別が大きな伊藤と他の地域の伊藤で分けて呼び分けて、帯ラメって言ってたんじゃないかというふうに言ったこともあって、この会では識別川の伊藤で特に大きいものを帯ラメと称しています。産卵期のところに婚姻色に染まってオス同士でメスを争って非常に果敢に戦うというふうなすごい、闘争心のある魚です。で、シリベツ川という川はですね、北海道で大体、確か順番で6番目に長い川なんですね。で流域の延長が126キロで、流域の面積が1640キロ平方メーターって非常に広い、地域になります。で町としても、くっちゃん、蘭越、ニセコ、くっちゃん、京極、真っ赤里、肝別町、留寿都と非常な広域にわたった、地域で、これ一級河川なんですけども、河川管理者は、国と道と各市町村にいろいろと分かれていると。昔はですね、シリベツ川は数多くの伊藤が生息しておりまして、これを釣る方々、名人というのは地域地域にいたそうです。で非常に食料として取っているという側面もあったんですが、その中でも帯ラメの会の会長である草島さんという方なんですが、この方は非常にその腕が秀でていて有名な方でした。しかしながらその1980年代になるとですね、超過というのも減少してきます。この背景には1965年にシリベツ川がですね、一級河川に指定されまして、河川開発がどんどん進んでいったという背景があります。でそんな中で、だんだん魚も釣れなくなっていって、その会長の草島さんも85年にはもう釣りを引退して保全活動に乗り出します。そういった背景にはやはりその河川環境の悪化によって減ってしまった資源を釣り人が追い打ちで釣ってしまったというような危機意識から保全の方向に向いたというところで、1996年に、地元の NGO としての帯ラメの会が結成されました。でですね、帯ラメの会でのどういった目標を持っているかというとですね、2001年にこの帯ラメの復活30年計画というものを作っています。
でこの最終的な目標は、まあ、伊東の住める伊東の釣れる標津川を取り戻すということを目標としておりまして、10年のターンで3段階に分けています。最初の2000年頃にはですね、いくら伊東を探しても野生環境下で再生産している個体を見つけられなかったということで非常に絶滅の危機に瀕していて、これはもう人の手を貸さないと増やせないというふうな問題意識から、早急に尻別川さんの新魚を捕獲して、人工孵化放流を行う、そういうことによって個体群を維持しようということで、最初の10年間を費やしております。でその次の20年間目なんですけども、こちらの方でですね、天然再生産の拠点となる川を探しまして、そこでの環境を確立すると同時にですね、これを守り続けて、で理想としてはさらに釣りもできるような環境づくりというのも同時に始めていこうということで、今結成会結成から17年目ということで、この段階にあります。そして30年目までにはですね、この取り組みを尻別川全体の河川で拡大していって、最終的には特定の人たちの保護だけじゃなく、保護から解放されて、誰もが釣りができる尻別川ルールの下で、釣りができる尻別川というふうな形にして、発展的にこのウィラメの会を解散していこうというところで取り組んでいます。でですね、この一連のフレームワークの中でキーワードとなるということが再導入という言葉です。これは国際自然保護連合 IUCN が厳密な定義とかしているんですけれども、このガイドラインに沿ってですね、伊東を尻別川さんの伊東で尻別川を生き抜く遺伝子を守るという形を一つの理念として一貫として活動して新魚の捕獲にずっと乗り出していました。でその中でですね、なかなか何匹も新魚を捕まえて畜養池に飼っていたりしたんですが、なかなか産卵ってもできなくて、3年経った頃にですね、1匹のメスの大きなオビラメが地元の釣り人によって釣り上げられます。で、体長118センチもあるような大物のオビラメでですね、釣って、捕獲した人が水槽に入れてたら卵がボロボロこぼれてくるような状態だったそうで、そのオビラメの会員に連絡を受けて、会員の方が現地に駆けつけて緊急的に人工採卵したっていうのが初めの人工採卵も成功したという時だったそうです。でですね、翌年にこの、デカって預けられたんですけど、このですね、ちなみにこのオビラメの会で人工孵化にいろいろと、こぎつけられた新魚、みんな名前がついてて、提供してくれた人の名前がついて、佐々木さんとか長介とか名前がついてたりして、後でメスだったとかも分かったりするそんな逸話もあったりするんですけども、そのデカからはですね、2004年にその6000尾の稚魚の孵化に成功することができました。でそれでですね、じゃあそれをどこに放流するかというところが問題になってくるんですけども、やはりその自然再生産を期待できる川の選択っていうものが重要になります。で伊東もですね、生まれた川に戻ってくる母船回帰性っていう性質を持っていますので、放流した川で再生産できないような川を放流しちゃっても非常にかわいそうなことになってしまうんですね。そうしたことで適した環境を探して、相対的に優れていると選ばれた川が九十三川っていうふうに言われた川でした。でこの上流にはですね、新魚が産卵できそうな環境が持っているんじゃないかってメンバーの方からも評価されていまして、でこの川に、IUCN のガイドラインに沿って、放流したいんですけども、厳密に言うとですね、この川このように落差口が5基ありまして、これによって遡上はできないけども産卵できる環境はあると。なのでこれをなんとか放流前までなんとかしたかったんですけども、一応会としてはですね、先に放流することに地域住民に説明しまして踏み切ります。でこうしてですね、そのデカから再卵した稚魚を、地元の小学校の子どもたちに手を借りながら、放流しまして、オビラメ復活30年計画の最初の10年の再導入というのがいよいよ実行に移されてたということです。でこの稚魚は2005年にもですね、2回に分けて放流されまして、アブラビレと腹ビレというところを切除するマーキングがしてあったのでしておいたので、帰ってきて大きな新魚がまた帰ってきたときにそれがあるかないかで、ちゃんと放流効果があったのかどうか測れるようになったということです。ただね、この再導入のエピソードの中では、この放流直後にですね、この卵を出してくれたデカがちょっと事故死してしまったというようなこともあって、それが非常に残念なトラブルとして
当時のニュースレターには記されています。そしてですね、伊東川成熟するには約6年ぐらいの時間が必要なんですね。なのでこの放流してから6年の間になんとかの落作を回収したいということで、いよいよとその行政に働きかけながら、活動を始めています。で2006年頃にですね、こういうふうな九十三川河川回収河川回収に関わる検討会というのがあって、そこでプレゼンテーションをした結果ですね、その後尻部市長の農村振興課が、挙動の整備をする決定を出しまして、その後いろいろなミーティングを何度もやった上でですね、その漁道をどんな形にするかという形で泳ぎ上り式という形を、おびらめの会から提案するということです。この設計も実は今まで出てきた事例の方の設計者の方が設計しています。でこの九十三川がどういった位置づけになるかというとですね、ちょっとこっちに尻別川が流れていて、そこからの支流なんですけれども、それぞれに落差口が、全部5個あって、支流が、そこにつながっていると。で落差口はですね、大体この第1号落差口って、川幅16メーター、落差 0.7 メーターとか、その他2メーターから1メーター半ぐらいのものなんですけども、0.7、落差第1号堰堤で 0.70 って言っても、ここのことを言って、この下の水たたきのところの下がさらに過小低下してて2段でもう階段になってしまったんで、これで桜マスもここの水たたきのところからは登れないというような形で、非常に障害物としては問題視されていたということです。でこれをですね、この地図ちょっと Google Earth で見ると、こんな感じでまさに農地のど真ん中に流れている川ということで、非常にこちらの方でも農家さんとの合意形成が非常に重要だったとは聞いております。ちなみに長さとしてはですね、この赤いラインで最初のフィッシュ層の話でもあったんですけど、これ Google Earth でちょっと距離測ったら大体ここまでで9キロから10キロぐらいですね。で支流にある今日説明する漁道を回収したってところがここなんですけど、大体ここで4キロぐらいの支流になっています。でこうしてですね、2010年の3月までにおよそ全ての、落差口に漁道が設置されました。ですね、このタイミングで、尻別川水系の他の河川においてですね、実は伊東が再生産している川というのを見つかって、それで皆さんパトロールしながらそれが密漁されないように、保護活動をしています。で、そっちの河川の方は非常に環境としては最低限しかなくて、劣悪な環境だったので、やはり本命としては九十三川の方で保護したいと思います。で当時から会のメンバーが放流した稚魚がどのぐらい成長しているかっていうのもモニタリングしていたりする記録も残っている中で、そしてですね、2012年にこの映像が撮られることになりました。でこれはですね、撮られたは撮影した場所はちょっと厳密にちょっと申し上げられないんですけれども、いずれかの同漁道の上流というところだけまで喋ることができます。でこれ見たときに婚姻色出ているのがオスで、もう片方にこれがメスなんですね。でもちょっとこの動画だと見づらいんですけども、オスのこの辺に本当は腹びれがあるはずなんですけど、この映像からは見えなくて、メスの方の方はこっち腹びれがあるってことなんですね。つまりこの、どっちだったかな、どっちかが2004年の秋か2005年の春、どっちかの個体が腹びれを切除しているって形で、マーキングしていまして、つまりこの裏びれがなくて片方は腹びれがない個体がこの放流した上流で見つかったということで、その時この瞬間初めて世界で初めて伊東の再導入が達成されたということになりました。実際産卵する映像までは収めてはいなかったんですけども、産卵床から確認して放流した伊東がですね、再び自分の力で戻ってきて、産卵したというふうな、その再導入の一連の流れがここで確認されたということです。こういうふうになるとですね、これで喜んで万歳で終わりじゃなくて、ここで生まれた稚魚がさらにですね、九十三川の中で成長していって、また下っていってもらうっていうことが必要になります。なのでやはり川の連続性を維持しなきゃいけないということで、その維持管理が問題になってくるわけです。
そして今回その紹介するところがこの第5号魚道の改修改良作業なんですけども、この魚道ですね、以前こういう形だったものを、引き込み式で泳ぎ登れるような形で、設計されていくんですが、ちょっと増水期の時期はそんなに問題にならない、親が登る分には問題にならないんですけど、稚魚とか他の小さい魚ですね、ハナカジカとかが登るにはこういう活水期の時期になってしまうと、ちょっとこれは登りづらいんじゃないかなということで、なんとかしようってことなんですが、おがかりな魚道を作り直しとかいうよりも、やはり手作業で、この落差を緩和しようというふうな流れで、作業を行っていくことになります。で、そのどんな話かというと、ちょっといろいろと前にも出てきた話と同じなんですけども、川がここに流れ上から、流れてて、これを横から見た図なんですが、流れているときにですね、一応この落差溝にはちょっと農業用の落差溝で、そこにプールが作ってあるような構造だったんですけども、ここのプールのところにちょっともう少し手を加えて、スリットのある堰堤の高さを加えてやるとですね、川の流れが左右から入ってきたのが真ん中に集中して、渋滞を起こすように、渋滞を起こすように水が通りづらくなるんですね。そうするとですね、横から見るとこういったせき上げ効果というものが得られまして、この堰堤のすぐ上じゃなくて上流の方までも泳ぐと。で、この効果を利用して落差を緩和しようというのが設計の狙いです。で、具体的にどんなものかっていうのをちょっと肌と思いついて、昨日の夜ちょっとババッと描いた非常になんか手作り感満載でしょうもない絵なんですけども、先ほど の報告から見ると非常にちょっと雑なんですけども、形としてはですね、まずこっちのコンクリートで固まっているこの辺のあたりに、アンカーボルトを打ってですね、この丸太を乗っける土台っていうのを作ってですね、固定するというものです。で、この設置には河川環境にこういった占有するものを設置することになっちゃうんで、この河川占有許可っていうものを管理者に提出しなきゃいけないんですね。で、その条件として、増水した時期には取り外せるようにしてくださいって形で期間を決められていたので、あえてこう単純に鉄の棒で打ってそれを L 字型に負けて固定するという形で取ってます。で、最後これの丸太を乗っけて同じように上からこの穴を通して鉄の棒を打って L 字型に負けて固定すると、その周りにこういうふうな留め金もつけて完成というふうなものです。で、この作業はですね、2013年の4月21日のだいたい9時ぐらいに集合して、男性10人でやって1時間半ぐらい今で、作業することができました。作業には電動ドリルで現場に持ってって、ちょっと自家発電機も持ってって、一部そういうふうな動力も使いつつ、作業をしています。で、資材としては大体20万円ぐらいかかったかなというふうに聞いています。作業の、詳細なちょっと映像とは自分も一生懸命やってて撮り忘れちゃったんですけども、先ほど の事例と漏れなく男どもがこんなちっちゃい川に10人ぐらい集まって、よいしょよいしょと作業をしているという感じです。川の流れとしてでもですね、このぐらい緩やかな状態でありまして、で、見てみるちょっと見づらいんですけども、ここの玉石が貼り付けてあるのがここ最初4つぐらいあるっていうのをちょっと見えないですね。後で別の写真でちょっと説明します。で、すぐ横はもうほんと農地が広がっていまして、多分なんか大根か何かがこの時は植えてあったんだと思います。で、こっちの車が見えるあたりがちょっと靴山田 の本流の方になって、ここからこの3号川っていうのが流れて合流していくっていうふうな形になってます。で、作業が終わって、終わったんですけども、隙間が できてしまったところには若干草を詰めたりすると現場の資材を使うっていうことを理念としていたので、こういうふうな簡単な補修作業もして、作業は終了になります。ちょっと見えづらいんで別の写真で見たいと思うんですが、前の時は4個ぐらい石があったのが、後で見た時これが3つぐらいになっている、つまり石1個分の水かさを上げて、だいたい高さにして10センチぐらいの落差を解消したということで、感覚的にはもうちょっと水が出てくれれば、もう簡単に遊泳量の低い魚でもいけるんじゃないかなというふうに思います。でですね、一応問題というものが
課題というものができちゃ出てくるんですね。でこの副堤、まあ、副堤って言っているんですけども、手作りのこれを説明するにあたっては先ほど の申請書を出していて条件がつけられたということです。で4月21日につけた後2週間後ぐらいにですね、町の管理者から応援ってどうなんですかっていうことがまあ来るんですね。8月の中旬ってことでいろいろもう少しだと台風が来るんじゃないかなっていう時期になっている頃にで、まあ、そういうふうな問い合わせが来て、これを設計したコンサーの方々もいろんな推理計算の証拠とかを説明したりして、できればもっと8月末以上に申請した以上に設置したいんだということを説明して対応したんですね。そこは安全性の説明ということに対しては非常に熱心にしたんですけども、やはりその施設の管理者の懸念としてはですね、まあ、近年のゲリラ豪雨がよく見られるような中で、まあ、そういった時のにも大丈夫なのかとか、万が一壊れて、副堤が流下して、まあ、仮に流れちゃった場合何か影響あるんじゃないかっていうふうにやっぱ心配しちゃうわけですね。先ほどの報告の中でも漁道が壊れて下流に行ってしまったっていうことも実際にあるわけで、そういったところで管理者としてやっぱ責任できるかどうか安心できないっていうことになって、結論としては8月末に取り外してくださいということになって、まあ山間君その指示に従って外そうということになりましたがですね、これがつい最近撮った写真ですね。でまだついてるんですね。で出水する時期に危ないから外せってことなんですけど、出水する時期に外せっていうのは行為も危ないんですね。なので何度か現場に行って外そうとしたんですけど、水が多くてちょっと帰れないなっていうのが続きまして、まあ今至ったら結果的に大丈夫だったじゃないかということなんですね。そういうことで、まあ、安全性は一応実証されたということなんですけれども、でもまあ言ってみればですね、この河川工作物を、まあ、に市民が付帯施設を余分につけるってことっていうのは、従来サブロー川の事例でも、最初の見頃の事例でもですね、あることはあるんですけど、まあ、やっぱり稀の話なんで事例としては、まあ、あまりそういうことってできないんですね。それがこちらの事例でも、まあ、できたと、まあ、数少ないことだと思います。でこういうことができたっていうのは、多分おそらく共通して皆さん言えることは、この長年の透明性のある活動っていうものが、地域の管理者ともあった上で、まあ、設置させてもらえたと。設置させてもらうところまではいいんですけど、その後の問題でやっぱり想定外のことっていうのはこちらも予想できなくて、安全だって言っても向こうは安心してくれないってことで、やはりこの安全と安心が違うっていう、そこにちょっと問題が、まあ、今後もまあ、これ付きまとってきてしまうのかなと思います。まあ、その対応としてどうすればいいんだということの後は、やはり順応的に外せって言われた時にはまあ外せるような工夫にすると、そういうものっていうのはやはり重機でガチンと固めちゃうとなかなか順応的にできないんですね。そういう意味でもこれは良かったんじゃないかなと思ったんだけども、作業としては